株式会社戦国電商は、東京都文京区に本社を置く、電子部品や、その関連商品などの販売を手掛ける企業である。秋葉原と電電タウンに、同名商の店舗を運営しているほか、オンラインショップによる通信販売も行っている。キャッチコピーは、パーツとツールのスーパーマーケット、略称宣国、C 級出版社発行のトランジスタ技術に、 毎月2ページのモノクロ広告を出している。1971年に会社を設立。東京都文京区に本社を置くとともに、同所に店舗を開店した。1981年、秋葉原に店舗を移転し、秋葉原店を開店。1993年に、外館田1の8の5に移転した。秋葉原に2号店の開店後、2005年12月には3号店が、 開店した。2009年5月11日に2号店の場所が外館台1の8の6に移転した。2008年5月2日、電電タウンに大阪日本橋店が開店した。1990年代まで東京都大田区蒲田の蒲田エレクトロプラザ、神奈川県横浜市中区松陰町の通称エジソンプラザに店舗が存在した。また、かつて、 愛知県名古屋市中区の大須に店舗が存在したほか、その後同市内のユーテックプラザナヤハ市にも移転していた2017年4月に、秋葉原店は本店の移転を含む大幅な再編を行った。本店は2号店へ統合され、3号店が新たな2号店に繰り上がった。2018年7月4日、 同社の公式ツイッターにて、秋葉原のラジオデパート1階に新店舗を出店することが発表され、同年7月12日にオープンした。2014年11月当時の秋葉原2号店、3号店、本店2018年7月現在、運営している店舗は以下の通りである。秋葉原の本店、2号店では店舗ごとに取り扱い品目が分けられており、 販売商品は重複していない。秋葉原の2店舗の間で取り扱う品目が変更され商品が移動する場合もある。通信販売事業として自社のウェブサイトでオンラインショップ、戦国ネット通販を運営しているほか、アマゾンにて一部商品の販売を行っている。ファックスによる注文も受け付けている。通信販売部門の所在地は旧秋葉原2号店と同じだったが、 その後、本社と同じになっている。ウェブサイトに掲載されている在庫情報は、秋葉原店の状況を表したものであり、大阪日本橋店の在庫は反映されていない。ウェブサイトや通信販売の利用者数などは、同社から公表されていないが、オンラインショップのシステムを開発したジーコン有限会社は、ウェブサイトの月間アクセス数について、100万 PV を、 大きく超えると紹介している。商品の告知目的で、秋葉原店、大阪日本橋店、ネット通販のそれぞれが、ジュゲムを利用し、ブログを運営している。前述のウェブサイトと異なり販売や、在庫状況に合わせたデータの更新はを行わないとしているが、後日完売を知らせる追記をする場合もある。おおよそ以下のような種類の商品を取り扱っている。 秋葉原店の品揃えについて、秋葉のパーツ屋としては何でも扱う部類のお店で、パーツもあれば、工具もあれば、キットもあるなど、幅広い品揃え、電子部品や工作キットなどを幅広く取り扱う、老舗のショップ。この頃は、ヘッドホンアンプや、USBDAC など、PC オーディオや、ポータブルオーディオ系の製品にも力を注いでいて、国内製品から、輸入製品まで、 幅広いラインナップを取り揃えている。と評価する声もある。秋葉原店やオンラインショップでは取り扱われず、大阪日本橋店でのみ販売されている商品もある。ありがとうございます。